1928年の自家製機械式操作テレビ受信機画像を生成するテレビは、ネオンランプの前に、日プ公園盤と呼ばれる一連の穴が開いた、回転する金属ディスクを使用している。ランプの前を通過するディスクの各穴は、画像を構成する、スキャンラインを生成する。テレビ受信機からの映像信号が、ネオン管に当てられ、各点の画像の明るさによって、 明るさが変化する。このシステムは毎秒7.5フレームのフレームレートで48本のスキャンラインを備えた1.5インチの正方形の薄暗いオレンジ色の画像を生成していた。機械式テレビジョンは窓付きの回転する円盤を用いて操作を行うなどの機械的な方式によりテレビジョンを実現する技術である。比較的初期のテレビジョンにおいて用いられた。 撮像と表示には機械を使用するが、映像の伝送にはエレクトロニクスと電波が用いられていた。その後、1920年代に、撮像管やブラウン管などを応用した電子式のテレビジョンが開発され、機械式テレビジョンは陳腐化したが、1980年代に開発された DLP はデジタルミラーデバイスを応用した新たな機械式テレビジョンである。 最初の機械的ラスタースキャン技術は19世紀にワイヤーによる静止画送信のファクシミリ用に開発された。1843年から1846年にアレクサンダー・ベインはファクシミリ機を導入した。1851年にフレデリック・ベイクウェルは実用的な実験室バージョンを示した。1856年以降、序盤に風利によって、 電信線で動作する最初の実用的なファクシミリシステムは開発され実際に使用された。1873年にウィロビー・スミスは元素セレンの光伝導性を発見しほとんどの機械式スキャンシステムでピックアップとして使用されたセレンセルの基礎を築いた。1885年オーストラリアのバララットにいたヘンリー・サットンはニップ公演版システムセレンフォトセル ニコルプリズム、カーコーカセルに基づいて、電信線を介して、画像を送信するためのテレファンと呼ばれるものを設計した。1890年に、サットンの設計は国際的に公開された。静止画像を送信及び保存するためのその仕様の説明は、1896年に、ワシントンのイブニングスターで公開された。エルンストルーマーは、 25エレメントのセレンセル受信機を使用して電話回線を介して単純な形状の画像を送信できる実験的なテレビシステムを実演した。画像の瞬間的な送信の最初のデモンストレーションはテレビ受信機のピクセルとして25個のセレンセルを配置したドイツの物理学者エルンストルーマーによって行われた。1909年後半、彼はベルギーで パレド・ジャスティスから 115km の距離にあるリエイジュ氏への電話線による簡単な画像の送信を成功裏に実証した。このデモンストレーションは当時世界初のテレビ機器の実用モデルと評されていた。要素の数が限られているため彼のデバイスは単純な機械学的形状しか表現できずコストが非常に高かった。セレンセルあたり15ポンドの価格で 4000セルシステムは6万ポンドの費用がかかり、1万セルのメカニズムは風景の背景を必要とするシーン、またはイベントを再現できると見積もっていた。15万ポンドの費用がかかった。ルーマーはブルッセル万国博覧会が博覧会のショーケースとして大幅に多くのセルを備えた高度なデバイスの構築を講演することへの期待を表明した。しかし、 25万ポンドの推定費用は高すぎることが判明した。典型的な機械式な部分は日プ光円盤である。螺旋状に穴が開いている。カメラは光電素子を用いて回転する日プ光円盤の穴を通過してもたらされる光の強弱を検出する。テレビジョンマシン Wiz4LED ストリップス DLP はスクリーン側と何もない側の2方向に稼働する鏡を 画素ごとに配置し、光の有無を制御している。ハートマン、P149 t h ファーストテレファックスマシンツービーユーズドインプラクティカル、オペレーションワズインベンテッドバヤン、イタリアンプリーストプロフェッサーオブフィジーク、ジョバンニ・カセリー、ベイヤー、P100 t テレグラフワズザホットニュー、テクノロジーオブザモーメント、カセリーワンダードイフイットワズポッシブル、 数センドピクチャーズ、オーバーテレグラフワイヤーズ、HE イベントツーワークイン千八百五十五、アンドオーバーザースオブシックスイヤーズパーフェクテッド、ホワット・ヒーコールのザ・パンテラグラフ、イット・アズ・ザ・ワールズ・ファーストプラクティカル、ファックスマシン、ジョバンニ・カセリー・アンド・ザ・パンテラグラフ。二千十六年一月十五日閲覧。ウィザース。 ウィリアム・ブラムウェルザ・ヒストリーオブ・バルラットフロム・ザ・ファースト・パストラル・セトルメントツ・ザプレゼント・タイムバルラットカイ・ウィーヴン・ c ンシー・オーピアニッシモ三百十六三百十九9 4 3九百四十三万六千五百一ワット HTTPS ・アーカイブ・ ORG ・ディテールズヒストリー・オフ・ボーララ・レイレイ・ウィズ千八百八十五 テリフィンシステムダイアグラムズテラグラフックジャーナルエレクトリカルレビュー7ノベンバー1890ピクチャーズバイワイヤーザイブニングスター P3 アナザーエレクトリックディスタンスシアリテラリーダイジェストセプテンバー111909ページ384 AB チーイングバイワイヤーインダストリアルワールドジャニアリー311910 ピアニッシモ、も A と X 機械式テレビジョンに関する技術的な情報をありがとうございます。